俺がこの業界盛り上げます。はい、どうも、しょうきちです。こんにちは。ですね、今日は、ちょいちょいリクエストがありまして、コメントだったりダイレクトメッセージだったり、いろんなねコメントをいただきまして、今日はですね、自分なりの自分なりです、あくまで、禁止詰め、自分が普段やっている禁止の詰め方っていうのを、今回動画に残したいと思います。皆さんよろしくお願いします。今日はあの3250のこのボトル詰めたいと思います。あの最終瓶ですね、平田ので、僕の蓋なんですけど、蓋はこういう風に加工してます。これちょっと汚いんですけど、こんな風に。これもやっぱりあの通気を取るというあの意味でこんな風にしてます。じゃあ詰めていきますね。で、まあ、こうやってスコップで菌糸すくって、このあとですね、蓋を持って底を叩きます。5回ぐらいかな。じゃあ痩せますよね、こうやって。これ絶対してください。あのこれはあのチップとチップの隙間をなくすためにやってます。ちゃんと詰めれるっていう意味で、あのこれを怠ると尾形と尾形がこう重なって空気層ができて、そこに水が溜まって、そこから劣化が始まってするんで、これはもう必ずやってください。それだけであの全然詰まりが変わりますんで。で、これを繰り返す。こうやって上に来るまでです。こんな感じで、これ3回待つの、プレス機です。で、見てわかると思うんですけど、こちらアタッチメント、これ僕あの特注でちょっとあの金物屋さんに頼んで作りました。ちょうど3250ボトルの口、ボトル口と同じサイズです。僕はこれ作ってあの作ってもらって使用してます。知り合いに金物屋さんがいたんで、まあ、参考にしていただければと思います。で、まずこうやって詰めますよ、ね、軽く。最初は軽く詰めます。ある程度肩がついたらもう一段階、これもあの本当感覚になっちゃうんですけど、1回目のこの詰めはあのそこまでガチガチに詰めなくていいです。だいたい5割から6割ぐらいの力で詰めるって感じですね。これも同じようにやります。上まで。これだけはね絶対した方がいいと思います。特に今回粗め使ってるんでなおさらです。微粒子の場合はそこまでガチガチ詰めると菌が回らなかったりカビが発生したりするんで、あの粗めを詰める時よりは弱くするっていうイメージですね。で、ここから粗め詰める場合は2回目からはかなりグッといっていいです。大体
7割から上はもうガチ詰めっす。これあの動画じゃわからないと思うんですけど、結構疲れてます。イメージとしては、材の中、木の中で幼虫を済ませるってイメージです。だから結構上部はもうカチカチで、下から上に、幼虫に食べさせるってイメージですね。下から食い上がってきて上の硬い部分で幼室を作らせるっていうのが狙いですね。全てが狙い通りいくわけではありませんが、まあするとしないとじゃあ多分変わってくるんで、絶対ご参考にしてください。かなりね、今カチカチやってます。硬く詰めれば餅も全然変わってくるんで、この作業を続けていく。上、上部は硬く、大量の人ったら相当背筋強くなる。どうするくん。いや、昔はね、マイナスドライバーの裏とかで一生懸命やってたのを思い出したぞ。すりこぎね。一個一個。毎日夜中までね、すりこぎで禁止大量に詰めて、手の豆が破れるまで禁止詰めてました、僕昔。駆け出しだった頃ですね。もうこのプレス機ももう6年ぐらい愛用してます。大事に大事にちゃんと油さして終わったら、もう結構ガタきてるんですけど、このプレス機とともにね、ブリード頑張ってきたんで一生使いたいと思います。慣れたもんやろ。もう職人ですね。もう見らんでもできる。はい、詰めが終わりでました。こんな感じですね、完成。詰まってますね、綺麗に。隙間一つないです、こんな感じで。この後ですね、もう僕の場合は先にもう穴を開けます。今回使用するのがこちらです、ドリル、インパクトですね。これでもう穴開きます。これも慣れで、80g とかの幼虫が入れるようにこれで大きく穴開けてます。これも感覚で慣れもあるんですけど、あんまりドリルでブリーいくとあのボトルの底にね穴が開いて使えなくなりますんで、ご注意ください。こんな感じですね、完成。 80g の幼虫にもすっぽり入ります、これぐらいなら。でも菌が余ったらこのまま投入できるっていうメリットもあります。はい、で禁止のロス、こうやって掘った
カスでまた禁止あの使えるんでロスが減ります。無駄遣いがなくなりますね。ということで完成したらですね、こうやって排泄フィルター、この間紹介しましたあの一般的な排泄フィルターですね、を今回粗めなんでこの排泄フィルターを使います。完成です。はい、これがね、まあ皆さんどういう詰め方しようとかは分からんけど、これが僕なりの詰め方です。禁止の、まあこの詰め方でね結果バンバン出してきたんで、まあ問題はないかなと思います。あのぜひご参考ください。今のが、小吉流の、禁止詰めとなります。まあ禁止の詰め方一つでね本当結果変わるんで、僕はね、いろんなことを経験してきて今の詰め方があります。まああの本当にね真似するしないは、視聴者さんに任せますが、参考にはなるかなと思いますので、ぜひね参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。